AMC 企画森田明の経営理念の伝承パート4を本日お届けいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。明夫森田クラブでは、森田明夫の経営理念の伝承というタイトルのもとでシリーズでお送りしてましたけども、今回はグローバルローカリゼーションというテーマのもとでお届けしたいと思います。森田さんが提唱している理念の中でグローバルローカリゼーションというのは、ソニーの経営戦略や基本理念あるいは技術などはグローバルに推進していくんですけども、日常の活動においては現地に最も適した最も貢献する形で実践するというふうな考え方です。で、今日は、その海外進出の中でも特に工場の面で、ソニーは1972年にサンディエゴにカラーテレビの工場を設立したわけですけども、そのサンディエゴ工場の初代工場として、赴任されたあるいは活躍された小寺さんにお話を伺っていきたいと思います。今日は小寺さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず最初に小寺さんがソニーに入社されたいきさつとお伺いしたいんですけども、その当時ソニーってどういう会社で何を、求めてですね、小寺さんはソニーに入社されたんですか。何を求めたというか、ソニーについて僕は一番小さい頃覚えてるのは、私の祖父のところに伊深さんと森田さんと、確か伊深さんが専務で、はいはい、森田さんが常務というタイトルで、田島さんもいらっしゃったと思うんですけど、テープレコーダーを持って、祖父のところに来られましたね。それでそのテープレコーダーを回してこういうものができたと、要するに大阪方面でその株の売り込みみたいな感じだと思うんですよ。そのソニーの株をその購入してくれと、あるいは大阪の財界の人にその勧めてくれと、こういう感じで、そのこういうものができましたのテープレコーダー持ってきて、僕らもその何か言えっていうんで、小寺純一ですとかや、その中1か小学校6年かそれぐらいの時なんですけど、それで忘れられないのは、そのテープがその再生できなかったんですよ。で、私のじいさんがちょっと口の悪い人だったもんだから専務さんと常務さんと来られてこのざまではとか言っちゃったんですよ。でそのうちにそのレコードの再生ができましてね、でそれが全部入ってたんですよ。その専務さんが来られてこのざまではというのがで後に僕が会社入ってからそのテープは森さんから頂戴しましてね、そのずっと持ってたんですけども、晩年森さんが倒れられる割と直前ですね、どういうわけかちょっと森さんのオフィス行って話したりしてる時に、その森田、なんか記念館みたいなところでいろいろ集めてると聞いてたもんですから、祖父の子へ来た森さんのお手紙とか、それからそのテープもこういうのをいただいたんですけども、見したらくれないかとおっしゃって、僕はもちろん喜んで差し上げますって言って、お渡しして、その森さんから逆にそのテープを CD に焼き直したものを頂戴して今では持ってますけども、それが僕の人生でソニーというのとの関わりがあった最初ですね。それで就職的には実はちょっと滑り止め的なあれで受けて、ということは大志望がどっか他にあったわけですよね。大志望は当時一番給料の良かったと言われている東洋連を受けたんですよ。ああ、なるほど。で、祖父がその繊維関係にいたものですからね、来ないかと言われたんですけども、今更宝石でもないだろうって言ったら、じゃあナイロンの方行ったらどうだって言うんで東レ受けたら、見事に滑りましてね。それから今度 TBS の経理局を受けて、で滑り止めでその後でソニーを受けたら、ソニーは募集者が少ないのかなんか知らないですけど、次の日に合格入社合格とか言われまして、それでソニーに決まったみたいな感じなんです。なるほど、それでその後海外に行くチャンスがあって、それでそのサンディエゴ工場に、工場長になったというそのいきさつもですね、今までその販売経験を豊富だった小寺さんがなぜ工場長になられたのかと思って不思議に思ってたんですけど、あ
僕は販売経験は実はあまりなくてね、最初は製造部に入社して5年間製造部にいまして、はいはい、第一製造部っていう、まあ、今週前のテレコとかラジそれからラジオをやってるで、僕はラジオの方に入ったんですけども、うん、まあ、後にそのラジオで白黒テレビを作り出して、そこに5年ほどいて、ちょうど5年ですね、5年いて、そしたら5月からですか、4月1日から今度外国に行けと言われて、外国に行って、はいはい、外国にいたからにはその海外担当の森田専務か何かのところにご挨拶に行けと言われて行ったら、その俺もアメリカへ今住んでんだからお前来いという話になって、はい、それでサービス部門のアメリカ人がそのジェネラルマネージャーでサービスいましたけども、うん、そこのアシスタントみたいな感じで行って、まあ、サービスネットワークの拡大とか部品の供給体制を整えるとかいうところを5年ほどやらされてましてね。で急にその頃支店がまあ、ニューヨークには当然ありますけども、あとロスとシカゴにあって、それをまあテレビの販売も始めたんで、サンフランシスコとデトロイトに支店を作るというんで、うん、僕はサンフランシスコ で石原さんがデトロイトということで一緒に始めたんですけ ど、うんうんうん、どそれで販売に変わったという感じです ね。そうですか。直前は販売だったけども、その前に製造とか、まあ、サービスいろんな経験されておられたということだったんですね。まあどれぐらい身についたかわからないですよね、はいはい、ところでその森田さんがなぜそのサンディエゴにですね工場を作ったかという話なんですけども、当時は1970年代全般ですから1ドル360円ですし ね、日本で製造して安い円でですね、海外輸出すればはるかにこうメリットがあったと思うんですけども、あえて海外に工場を作ったというのはどういうお考えだったんでしょうかね。もともと多分森田さんはその例えばアメリカならアメリカルムーロのアメリカで作りたいという夢があったんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、我々的には販売やってても、うんうんうん、もうちょうど日本の車がたくさん売れて、はいはい、それからテレビもたくさん売れて、うんうん、はい、そのアメリカ その貿易収支がすごい赤字になってて、赤字の大部分が日本だと言われ始めてたんで、僕らも、商売しながらもこれいずれそのサーチャージみたいなものをアメリカ政府にかけられるんじゃないかなというような話はないないやったり、それから本社の社長室の方でもそのプライシングについてもね、日本でのソニー券から出る値段とアメリカのソニー券が出る値段をある程度モニターされてて、それがアメリカが安くなるとちょっと中国が来たりしてましたからね。なるほど、はいはい、まあ、我々もその売りながらもどうなっていくんだろうなと、うん、でそのうちにサーチャージが来るんじゃないかなっていうのはちょっとないない感じてましたんですけども、うんうん、まあ、森さんからそういうお言葉は全然出なかったですけど、ね、はその頃まあちょうど日本がアメリカからダンピングでね、提訴されて、それで日米の関係が非常にこうカラーテレビ問題で厳しくなってきて、特にジャパンバッシングなんてその方も激しくなってたわけですけども、そういう状況の中で工場を作るっていうのはどういう向こう のアメリカ人の感情としてはどうだったんでしょうかね。感情はあんまり悪くはなかったとあれしてるんですけどね、はいはい、ただ僕らもそのサンリオ立ち上げるプロジェクトなんか始めて、はい、まあ、実際にその新聞記者なんかがからアプローチされたのは、まあ、サンリオに決めてからですけどもどうしてそのアメリカに来るんだっていうわけですねアメリカの会社はみんなその出て行ってるぞとそうむしろはメキシコとか、ね、東南アジアとか安いところに台湾にほとんどメジャーが行ってますね。はいはい、で僕もあと岩間さんにそのサンリオをやれと命名されてからやっぱり岩間さんの指示で、RCA とかジーナスの工場を見せてもらいに行きましてね、うんうんうん、それは、まあ、本社の特許関係扱ってる部門があれにしてくれたんですけどね、 RCA とジーナス見せてもらって、まあ、工場に行ったらもうコンソールしかやってないんですね、はいはいはい、小型は全部、はい、小型中型は全部台湾に行っちゃってるという環境だったもんですからね、うん、まあ、
中は反対と言われはなかったですけども、そのどうして入ってくるのみたいな感じですねはい、はいはい、それは非常にその、うん、まあ珍しいというか、うん、ちょっと違うんじゃないかっていうような気持ちで聞かれましたですね、はいはい、うん、当時まああのアメリカでは山田さんが会長されておられて、配備社員が社長だったと思うんですけども、その頃森さんとか山田さんから来るメッセージで、この工場を作るにあたってどうしてもこれだけは守ってほしいと、これだけ実現ほしいとか、そういうなんか要望的なものはあったんですか？それはやっぱり具体的に何とはおっしゃらなかったけども、うん、まあ、我々もお二人との話の中から感じたのはやっぱりまずソニークオリティを維持しなきゃいけないなと。当時我々アメリカの車に乗ってましたけども、うん、よく割れるんですよね、うん、特に月曜日に製造された車が故障が多いっていうのが話題になってましたね。そうなんですね、ええ、そういう調子ですからね、はい、まあ、岩間さんからも、ええ、アメリカのやつは品物はもうよく壊れるからね、はいはい、うん、でそういうものを作っちゃダメだぞとか、うんうん、まあ、工場を見せてもらってよく見てこいって。確かに工場を見ても感じたのはそのラインでどん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 ものはできるんですけども、はいはい、途中で修理のところに入っていくのが多いんですね、うん、かなりのものが1、うん、2回修理を置いて出てくるみたいな感じで、はい、やっぱりアセンブリーのまあ、なんて言いますかね、作業の正確度っていうのはいろいろ問題がありそうだなっていうのと、あ、まあ、それからよくやるにしても日本からほとんどの材料を持ってきますから、うん、まあ、西海岸でやる方が物流費はミニマムで済むだろうなと、うん、真ん中まで行っちゃうとまた西の方へ商品を送り返さなきゃいけないから、で、まあ、西海岸でどこがいいか探そうという感じで、で私が命名される前に神野さんというファシリティの方がいろいろ探して、ちょうど探して初めて岩間さんがそこをご覧になるときには私が呼び込まれて私は勘違いしてカバン持ちやろうと思ってついていったんですけどいつの間にか工場長やれた、はい、ただ岩間さんはですね、ええ、結構ポートランドに思い入れがありましてね、僕二度ももう一度ポートランドを見てきてくれて、うん、はいはいはい、それはどうもその岩間さんは当時テクトロニクスを合弁会社持ってたじゃないですか、そんな、はい、そうですね、設立の時に岩間さんだいぶこう噛まれたらしくて、うんうん、ポートランドにいい印象を持ってられましてね、うん、でテクトロもユニオンのない会社、会社ですから、うん、どうだどうだとおっしゃって、そうでしたね、ソニーテクトロニクス会社、合弁会社作りましたもんね、はい、なるほど、うん、でただちょっとポートランドは大きなポートから、まあ、シアトルから引くかロスから引くかになりますし、うん、まあ、それからそれほど大きな町ではないから、うん、何百人ということになるにはどうかなと思って僕はまあ究極的には4323デオの方がいいと思いますと、うんうん、まあ、メキシコもなんていうんですか、サブプラントしてツインプラントで下加工が使えるかなと思っていましたんでね、はいはい、でまあ産業、うん、まあ、特に僕はサンフランシスコにいましたから、はい、そのサンフランシスコの支店長されてた時に、はい、からそのサンディエゴ工場設立の間に実は森田さんからヨーロッパの方に行けっていうようなお話もあったというのをどこかで読んだことがあるんですけど、ああそうなんですよ、ね、そうですね、それはね6月5月か6月に毎年セールスコンベンションがあってディスリビューター呼んで、9月からクリスマスまでのオーダー提供をやっちゃうんですよね、商品を見せて。そういうアリゾナでその年はあったんですけど、森さんがちょっとちょっとっておっしゃるから呼ばれて、まあ立ち話なんですけどね、そしたらお前そのヨーロッパに行ったらどうだという話なんですよ。急にその話が出てきたんですか。それで私その前に稲垣さんっていうそのソニーアメリカの社長から、はい、そのサンフランシスコからダラスに行ってくれって言われてて、それがちょっと、その要するにディストリビューターをターミネートして自分のブランチを作ろうという、まあ、一環のオペレーションなんですけどね、マイアミで同じことを宇野木さんがされようとしてて、それがアンタイトラスト違反で訴えられまして、ね、まあ、アメリカはよくそのソニーが悪いことしたんじゃなくて、その契約を切るときにどういうセットルするかで、まあ、
訴訟になることは当たり前のことなんですけどね、稲井さん急にそのお前今ダーラス行ったらすぐその首切りに来たって分かるから、ちょっとマイアミが落ち着くまでいてくれという話で、私は次はダラス行くと思ってたら森さんがヨーロッパ行けとおっしゃって、そのヨーロッパの方は物流センターを作るのでっていう話、物流センターを新しく作る、フィアンネンというオランダに、オランダのフィアンネンというところに物流センターの仕事を、なんかマーケティングをやれというわけわかんない話で、まあセールスは各国に任せてということかもしれないんですけどね、まあそれはこう分離してこうまとめるのはまあ個人的にはちょっと大変だなと思ったから、それでまあ、 あの会長にはいや転勤はいくらでもいいんだけどもアメリカか日本がいいですって言ったら、その日本に帰るためにはヨーロッパの経験を持ってた方がいいぞと言われて、まあ、あのそうおっしゃるなら受けるしかないと思って、まあ、ヨーロッパも引き継ぎに行きましてね、でヨーロッパの引き継ぎを終えてサンフランシスコは次の支店長に引き継いでる時に、山田さんがのオフィスからこれからアメリカにサンフランシスコに行くんだけども、それから工場のサイトを見に行くからついてこいと、でそれが先ほどのカバン持ちで行かれた、そうそうそう、それで僕はそのちょうど、仕事の合間でちょうど中ぐらいになってる私が暇だからついてこいって言うんだろうと思ってカバン持ちと思ってついていったんですけどね、ところであのカラーテレビっていうのは当時ですね、はまあブラウン管の時代ですよね、今のようにその液晶で薄型で大型でもなかったんですけども、はい、で世界のカラーテレビ方式2つあって、1つは当然 RCA の、はい、あのシャドーマスク方式で、はい、それはもう全世界でソニーだけはですね、指輪さんの強い思いでトリニトロン方式を開発して、ですからサンデーももちろんトリニトロン方式だけでも製造するわけですよね。その辺 の、 その、まあ、技術的なその日本側のサポートとかですね、あるいは人材を採用しようとしても他社は全部シャドーマスクですから経験者も特にいるわけでもないしと、その辺でその立ち上げの時 の、 その人材採用とかトレーニングご苦労とか、なんかその辺をいろいろ当然あったと思うんですけども、それはね実はね、その最初にテレビ工事やるって言った時に、はい、ブラウン管の話は全く出なかったんですよ。あ、そうですか。セットだけ組み立てだけ、組み立てだけ。ああ、なるほど、はいはい、ええ、それで、うん、まあ、あの岩間さんに言われてその東京に帰ってから、まあ、その当時のテレビの大将は吉田専務ですから、ね、そうでしたね、はいはい、でまああの宮野さんは随分吉田専務になんかあの私のことを言ってくださったみたいで、はい、その自由にやらせろと言ってやるからとかおっしゃったしその吉田さんの方も、はい、そのように出す人、ちょっとその頃安藤さんテレビ、そう、僕はテレビの大阪工場にいたんですよ。それであの吉田さんのいろんなサポート役やってたんで、ちょっとコミュニケーション、そうです、そうです、それで僕はその、はい、当時の企画部長をやってた加藤さんと及川さんと、はい、うんうんうん、中心にその事業計画を作ったり、はい、それから連れていく人の、はい、まあ、吉田さんがとにかく人選ですよ、ね、全部合わせるから、はい、そのいいと思った人だけ連れていけみたいな感じで、うんうんうん、そのはい、こちらに投げてくださいましたんでね、まあそう言われてもこっちもなかなかその初めての人ばっかりだからなるほど、選ぶのも選ぶっていうあれもないと思って、はい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 、日本側ですね、そうです、それでそういう時もね、ブランカの話はずっと出ずじまいなんですよ。なるほど、はいはい、でブランカはこれはずっと、それも西海岸を選んだ理由なんですよね。ブランカがずっと来るんだろうと思っちゃったわけですよ、うんうん、ですからあとは組み立てだけ、うん、それでサンディングに実はパッカードウェルっていうあのコンソール型のテレビやってる会社があったんですけど、はいはいはい、あとはみんなこうシカゴ周辺ですよね、そのテレビの大手は、ね、ミッドウェストですから、はい、うん、サンディングでやるとその、うん、経験のあるテレビ業界に経験のある人はまあいないと、いないとで、まああの僕はその任命された時に森本さんっていうロームの専門家をつけてくださったんですよ、はいはい、で森本さんと、むしろ経験ないマネージャーでソニー流にやった方が
ソニー流を通しやすいから、うんうんうん、もう特にマネージャーはそのテレビ業界に経験のない人を取るじゃないかっていう形でスタートしましてね、うん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 、それでまあそれの問題点もないではないですけども、はいはい、あのまあまあな人が雇えたと思いますし、なるほど、はいはい、で実際採用されたその教育っていうのはあの初期の頃は日本からサポートからあるいは日本に送って教育されたんです。どういうふうな感じで、その品質保証っていう言葉一番大事だと言われてられたわけですよね、はい、それはやっぱりあの日本から第一陣ではあの十数名ですね、全部で15、6人だったと思いますが、はいはい、来てましてね、ええ、でまああの経理では手塚君が来て、うん、そうですね、はい、それであとテレビの大将はあの大西さんというベテランが来て、ね、はい、で一宮工場ですよね、そうですそうです、はい、それから田中健一君が来て、はい、うん、あとエンジニア、それから現場の人が、現場にいた人が5人ですかね、はいはい、来てくれまして、大体15、6人でやったんですけども、うんうんうん、そのトレーニングそのもの、お若のトレーニングそのものはその来た人たちがやってくれて、日本に送ったりはしなかったですね。それでマネージャーは1回ぐらい見学に行ったかもしれませんけども、僕の記憶としてはあのロンデシノっていうやつが生産のを見たんですけども、日本にはその立ち上げが行かなかったと思いますけども、うん、あ、ロンディスなんか来なかったんですかね、確か日本には。あ、そうですか、はいはい、よくアメリカの工場っていうのはかなり工場長が偉くてですね、はい、それですごくこう階級的な組織になってるんですけども、そのソニーのサンデー工場っていうのはなんかそのマネジメントポリシーとして日本的な経営システムとかなんか特徴的なことってあったんですか。まあ、日本の通りやろうとしましたけども、やっぱり給料的には、はい、うん、あの給料システムは日本はどっちかというと年功じゃないですか、その、はいはいはい、やっぱりその1年生2年生3年生でこう上がっていくという感じで、やっぱりアメリカでやるにはちょっとアメリカは割と職種によってこうあれが違うじゃないですか。ですから組み立て工でもアッセンブラー A はまあ、あるステーションの仕事だけできる人とか、はいはいはい、あ、2つのステーションができれば B とか、うんうんうん、まあ、例えて言えばそういう感じで、うんうん、ABC とこういう格付けを、うんうん、っていうか給料の段階をつけて、ね、はい、むしろ仕事にその給与のレベルがついていくという感じを森美さんと相談して入れたんですけども、うんうんうん、それがやれてるうちにやっぱりそれが弊害になることがいろいろ出てきましたね。っていうのはそのやっぱり我々そのノンユニオンでやろうと思ってるし、ソニー流でやろうと思ってるから、はいはい、そのやっぱりみんなのそのモチベーションというかモラルの高さが大事だっていうんで、それを一生懸命その中堅クラスのまあ班長とか係長とか課長に吹き込むわけですよ。でも理解するんだけど、アメリカ人がやる、はいはい、うん、やるのはそうするとこの給料の上がる方が候補にやるわけですね、その部下のね、そうするとね、仕事を割とアメリカ人ありがちですよ。これは俺はもうマスターしたとか、私はマスターしたとなったら次の仕事と、はいはい、うん、いうふうに割とこう中でこう、うん、はいはい、で最初のうちはまあ拡張してラインの数も増えていきますから、それもやむを得ない問題なんですけども、やっぱりそういうモラルが大事だとか、うんうん、そのいうふうにやっていくと、アメリカ人らしい結論はやっぱり仕事が上がっていくオプチュニティを上げるというのがあれになると、一番のインセンティブ、インセンティブになるでやってるうちにその、ええ、まあ、最終出てくる人のレベルはソニーレベルということになってるんですけど、もう一つ僕らやりながら大事な問題だなと思ったのは、うん、まあ、なんて言いますか、ストレート通過率というか、投入者が出てくるまでに修理ラインに入っていくのがどれぐらいあるかということで、まあ、あの一の目とか大崎のデータを見ると、まあ、モデルによってもちろん違いますけど、まあ、80何パーセントという数がストレートに行くんですけどね、まあ、それが始めるとやっぱり最初はあの50とか60とか
70に上げるのは結構大変。それなんでだろうとこう、いろいろこう調べていくと、どうもですね、その10時とか12時とか、3時とか、ブレイクの時間とかランチタイム、仕事切りますよね、終わりもそうですけど、で、それぞれのワーカーが、大体、例えば、ハンダ付けにしても6点ぐらいつけるとか、4点つけるとか、そういうモチブがありますよね。で、どうもその、みんなで調べて分かったのは、その、ベルが鳴ると、そこですぐやめちゃう。はい、で、戻ってきたときに、どっから始めるかっていうのがね。そこで、一つ二つ、もう忘れて。忘れて、その、一個抜け、二個抜けっていうのになっちゃうんで、その、そういう、こう、食のオンリーでも、やっぱりこう、一方そのモラルモチベーションを上げることは大事だという言ってることとあれするとどうもそのそういうあれの給与体系も少し変えて年功でも同じ仕事やっててもその技術が上がったらその給料上がるよというふうにアジャストしないといけないとかいうのにやってからしばらくかかりますよね。何ヶ月、2、3ヶ月、その経験を積んでどうもおかしいと思って調べてるとはい、はい、そういう問題になりますね、はい、うん、ところで森田さんはあの全世界のどこの、まあ、工場も事業所も、行かれてもでオフィスへ行かれてもですね必ずこう社員に向かって直接よくスピーチをされておられましたよね、はい、私も海外経験長いんでも何回も現地の側からこういろいろ話を伺ったこともあるんですけどもサンデー工場ではどうだったんですか。森さんはいろんな話されたんですか。していただきましたね。ほとんどいらっしゃるたびに全員集めてちょっと喋っていただくと、はいはい、まあ、最初のうちは、まあ、ソニーの、まあ、要するに出る出る国になれとかいうみたいな感じですよね。はいはい、それから、まあ、オープンドアポリシーで、はいはい、誰のところでもその文句言っていいからその意見を言えとかね、はいはい、で僕もあの90年代89年から5年間ぐらいかな94年ぐらいまで全米の工場とか技術とかですね R&D を総括してた あの、はい、トップやってた時代があってもサンデーもしょっちゅう行ってそこにあのアパートまで持ってたんですけどもでも小寺さんですとか森本さんが作られたそういう、まあ、文化ですよねあれってのはもう90年代になって色濃く残ってましたからあそうです、ね、やっぱりその世界のどこの日本のソニーの工場に対してもクオリティは負けないんだとかですねそれはあの現地ブラウン管なんかを見ても生産性はサンデーが一番いいとかですね日本なんかよりもまあ設備が新しかったってこともあるんですけどもそういう意味ではサンデーってのはその全世界 その海外進出の一つ そのモデルケースになっててそれからまあ2年後にあのサウスウェールズのブリッジエンドができたりとかですね、はいいろいろまあ、 あのヨーロッパにいっぱい作ってたわけですけども、まあ、そういう中で今一番何ですかねあの今離れられてそのサンデーゴの工場の、まあ、ソニーのグローバリゼーションで果たした役割みたいなですねなんかそういうようなことって思われることなんかありますか。いや僕はね遠くにないですねなぜかというとね僕はあの、71年からかみ出して実際にオペレーション始まったのは72年ですよね、はいはい、だから75年の3月末で帰ってきましたから、うん、結局そのブランカーもまだやっとサードシフトが始まったぐらいの状況でしたしね、うんうんうん、それで多分僕の記憶が正しければあの年は4ミリオンぐらいの赤字になるはずだったんですよ、はいはいはい、設備投資も大きいし、はいはい、最初の年ですか。最初の年は、はい、まあ、ええ、まあ、最初大フルに言うと最初の年になるでしょうね、うんうんうん、ブラウン管が始まってから、はい、でセットの方は一応黒字にはなってましたけども、うんうん、やっぱりそういう、こう不良率社内における不良率の問題なんか全然目標にいかないですね、うん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 、日本人みたいにその、まあ、少しずつでも上げていこうという根気というか、はいはい、そういうのはアメリカ人はちょっとないとこはあるのか、うんうんうん、我々の指導が悪いのか、はい、まあ、要するに 70% から 70% の上の方に来ると、うん、なんかこうサチュレーションになっちゃうんですね、はいはい、ですから、うんうんうん、
まあ、ちょっとやり終えたという感じは全然出ないまま帰ってきましたので、なるほど、まだまだまだこれからだと、まあまだ、はい、そういう気に行ってないなっていう感じはしましたですね。森田さんとそのお仕事以外でも何かこうご一緒に過ごされたこととか何かあります？ゴルフのお供は随分しましたですよね。そうですよね、ご覧さんお上手ですからね。いやいや、そういうことじゃなくて、まあ、日本へ帰ってきてからも私は去年オリンピックを今年かやったあの霞ヶ関っていうクラブに今入ってますよね。森さんとか岩間さんとか、伊深さんもそこのメンバーでずっとおられましてね、はい、でまあ、私はそこのメンバーじゃなかったんですけども、親父が入ってましてね。でただ親父は神戸に住んでましたから、その、うんうんうん、使ってなかったのを、うん、森さんご存知で、そのある日社内便で、まあ、これ日本に帰ってからの話です、うんうんうん、社内便でね、入会申し込み書っていうのが来たんですよ、はいはい、で森田明夫ってサインして判子してあるんですよ、でもう一人は高崎さんの名前が書いてあってで判子したんですよ。で親父さんは神戸に使ってないんだからお前が入会しろと、うん、まあ、僕はどうして来たのかなと思って電話したんですよ。そうおっしゃるんですよ。で親父に言ったら、いや、その自分はいずれ東京に最後は行くつもりだからね、はいはい、まだ譲らないっていうわけですよ、うん。で森さんに、まあ、ご声ありがたいけどこういう事情で、あのそこういう入れないことになりましたって言ったら、うん、親父に電話しちゃったんですね、うんうんうん、それで代われって強要したみたいなんですよ、うん、はいはいはい。で僕はまあある意味では森さんは渋谷で僕も渋谷だから、大きなお客さんとかそういう方のお付き合いじゃないけども、森さんがプライベートでお付き合いされてるところで人間が一人がかけるとすぐ電話がかかってくるんですよ、空いてないとか、随分そういうのでは、あのご一緒させていただきましたし、なるほどね。で霞に行くと、まあ、普通はインから回ると次はアウトに来ますよね、うん、で霞は東コースと西コースとあるから4つスターティングポイントあるんですけど、森さんすごいせっかちな方だから、それで9ホール終わると、うん、お前次はどこが一番早くスタートできるかって、はい、だから西コースだったら普通は西コースの反対側のコース、あのホールに行くんだけども、うん、西でも東でも早いところを探せって、はい、ですから森さんと行って西コースを18回ったっていうことがなくて、もういつもこうどっか東と西と、ま、混じって回るっていう感じになっちゃいました。なるほどね。そういえば森田さんは本当に新しいライフスタイルだったりさまざまなものに興味を持たれていたみたいなんですが、なんかサンフランシスコ支店長時代に突然電話があって、なんか立ち食いハンバーガー店を見に行ってこいっていうのがあったっていうのをどこかで読んだんですが、ありましたね。突然そんなお電話がかかってきたんです、うん、フィッシャーマンズワーフにね、そういう店があるから、行ってみてこいと、突然それをなんかね、うん、それは昔だからテレックスかなんかで来たんですかね。テレックスで来たんですか。サンリオにいる時もね、ゴルフのクラブ の、はい、あのカーボンシャフトで、うん、アメリカにアルディラっていうのがあるんですよ、うん、でアルディラっていうのがサンディエゴにあるんですよ、それこれもテレックス、まあサンディエゴの時はまあテレックスじゃなくて、あ、いやもうテレックスかな、来てそのアルディラに行けっていうわけですよ、それ行けって言われて何か理由か何かあると、もうとにかく行って報告しろみたいな、商売のチャンスを報告しろの、はあ、商売のチャンスをどのようなご報告をされたんですか、そのハンバーガー屋さんの。いや、あのね、残念ながらトゥーレイトですね。トゥーレイト、すでに伊藤忠が来てましたから。あ、じゃあもう森田さんはその興味半身じゃなくて本当にそれがビジネス化として何かそのソニーでできることがあるかっていうのを本当にもう考えた上でそう、見てこいというふうにおっしゃったんですよね。と解釈しましたけどね、その後その前かな、ウィルソンのクラブやったりしましたよね、はい、ソニーウィルソンで作りましたね、あの剣道具と親しかったと思うんですから、うん、そのウィルソンの、はいはい、そうです、あれは
あれで日本で合弁会社を作ってやったぐらいですからね、はい、本当にもうさまざまなライフスタイル、まあ、それがあってこその、あとサンデゴでね、お寿司屋はできるか調べろとか、お寿司屋を、で僕らがいた頃はお寿司屋できないんですよ、っていうのは生のお客とクあのコックさんがこう直接やり取りするじゃないですか、はい、あのカウンターがあって、はいはいはい、あれはサンデゴでは当時はできなかった、できなかった、できなかった、へえ、そうですよね、お寿司屋できませんとか、なるほど、その後変わりましたけどね、うんうんうん、そういうのを本当にもう 人よりも早くこう見つけて可能性を感じられてたんですかね。そうですね、あのサンデーで工場をやるときまで森さんはすごいその分かってておやりになったんだろうけども、あの、まあ、さっきの話に戻りますけども、僕はあの、まあ、工場を やるっていうんで帰ってきたときに、まあ、テレビ事業部吉田さんか岩本さん森さんともう話ができてるみたいで、うんうん、そのもうやるのが当然みたいな感じで事業計画も作らせてくださったし、まあその受け渡しのトランスファープライスもどの辺まで下げてあげ、こっちも下げてくださいとかいうような話もあの乗ってくださいましたけども、それ以外例えば外国部の部長さんとか、僕は一宮工場に行けって言われてすぐ行ったんですけど、うん、一宮工場の工場長が上原さんという方でね、それは僕が入社した時の係長さんなんですよね、うん、で行ったらその、まあ、そういう部長さんはね、お二人とも言われましたよ、そのいやアメリカじゃないんじゃないのかっていうわけですよ、うん、あの工場を作る場所が、工場を作るのは韓国だろうっていうわけですよ。というのはちょうどその頃ね、ワシンができて、ワシンソニー、そうですよね、オーディオがやり始めたんですよ、はいはい、で、うん、はい、経営会議出した時もその我々もやる以上経営計画を出さなきゃいけないなと思って、うん、3、4年 の、 その、うん、日本でやった場合とサンディエゴでやった場合とどういうふうに会社の利益が、うんうんうん、あれかって言うんです、うん、そうかといってあんまり産業をやると決めていらっしゃるようだからあんまりその、うんうん、希望がないみたいな数字も出せないからはい、はい、3年後ぐらいになったら、まあ、アメリカでもメリットが多少で、出るように、まあ、加藤さんの知恵を借りたんですけど、ね、はいはいはい、部品のインテグレーションが進んで、うん、その大型 IC ができるから部品件数がベロボーに減るとかね、うん、そういう話を入れて出したんですけども、うんうんうん、経営会議でその一応説明したらその数字の方はね、誰もこういう僕らも心配でこれで通るのかなと思って出したんですよ、うん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 、だけども森さんとイルカさんがいきなりもうねとにかくやらんといかんっていうわけですよ、うん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 ほんで他の方も黙ってましてねこの数字じゃダメじゃないかとか誰も言わないんですよ、うん、まあ、なんで3両だとかいう話は出たんですけども、うんうん、そうですよね、やはりそのそれで、まあ、上原さんの考え方、要するに当時はまさに360円の時代ですから、 その時代だけを考えればそうなんですよ、アメリカに とても想定外ですよね。それでね、経営会議がね7月の後半から8月の初めぐらいだと思うんですよ、うん、それでお前一宮に行って勉強しろとか言われて一宮に行ってで上原さんのところに行ったわけですよ、工場長、うんうん、そしたらやっぱりまた言うわけですよお前アメリカじゃないだろうとでそれがね、はい、そしたら例のあの8月アメリカで8月15日ですけども、はいはい、日本では8月16日に発表になったんですか、あの、うんうん、アメリカニクソンが金とドルとの変動、ああそうですね、はいはい、あれを変動相場制にして、はいはいはい、いう発表がありましてね、うんうん、それで急にこれはそのでヨーロッパは翌日かなんかに変動相場制にあのそうですね、変わったんですよ、はいはい、うんうん、それがあってね、僕は15日上原さんになってアメリカだじゃなくて韓国だろうとか言われて頼まれてたら次の日朝行ったら分かったよって言われて、うん、それで森田さんはそれをいつ頃お分かりになってたんだろうなっていう気がしたんですよ、ね、そうですね、やっぱり、うん、先を読まれてた、そういう先見性っていうのはあの時代をもう先を見る目って素晴らしかったと思いますね、うん、普通のロジックだけでは
とても考えられないこともあえてやって、結局時代が後についてくるみたいな、そういう感じが多かったですよね。だからそういう情報は持ってらっしゃったんだなと思いましたけどね。はいはい、では最後にちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まあ小田さんにとってその森田さんというのはどういう存在だった方だったんですか。まあ、はい、まあちょっとこうあれですね、あの飛び抜けたスター選手みたいなもんですね。はいはいはい、まあ何しろやっぱりあの先見性とかそういうのもありますけども、うん、やっぱり人柄に魅力がすごくあって、誰の言うことも一応聞いてくださるじゃないですか、まあそういう飛び抜けたスターみたいな感じですね。そうですよね。常日頃やっぱり生意気な人がいいってこと盛んに取られたし、それだから自分もいいこと言いますけども、割とこう若い人の言うこともですね、どんどん聞いてくださって、それをこう反映してくれるんですよね。そうですよ。そういうのは我々にとって大きなやりがいだったというか、そうですね、あのそれも一つの森田さんの人間の大きさみたいなものを感じましたですよね。そうですね。私は個人的には仲人もしていただきました。あ、そうなんですか。私はね、ソナムで2番目に不妊者で結婚したんですかね。へえ。私は最初にアメリカに行けって言われた、はい、ですけども、何年ですかって聞いたんですよ、うん、そしたら2年だとおっしゃったんですよ、うんうんうん、そしたらそれがそのやってるうちに、なんかお前その僕だけじゃなくて、あの支店長クラスも、はい、みんな言われたみたいですけども、はい、一生いろっていうことなんですよね。退職金払うから一生いろ、はい、いや当時みんな転籍になったんです。日本の本社を辞めて、そうなんですね、海外行くときは転籍だった。僕なんか転籍何回したか分かんないそれで、びっくりして、じゃあ結婚するのに返してくださいって言ったら、分かったって、で、俺が泣こうとするよってこうなっちゃったんですよ。あーはーはー、はい、で僕の前に経理やってた鈴木さんっていう、酒井さんの前に親になってた、あの三井銀行から来られた方がいて、宇野木さんと一橋の同級ですかね、鈴木礼二さんじゃなくて鈴木正義さん、茂さんっていう、あ、はい、鈴木茂さんいましたね、はい、が第1号なんですよ。なるほど。名は第2号、第2号森さんが一生お世話になりました。仲人をしてくれたと、はい、ああ